で、ここでこんなカメラで撮らせてもらって、有名人で撮った。そうなの？いや、私の中では有名人ですよ。いいですよ、通りでももういい出してるわけだから。ああ、そういうこと。いや、どうしようかなと。いや、やめとこう。大変ですよ。俺と一緒に撮ってたらね、なんかとばっちり受けますよ。そうかでも、集中的に狙われてんだから。いや、私の方が狙われてると思います。そうなの？そうそう。そうかに？そうかですよ。まあさ、じゃあ、先に、おっしゃりたいことを私は聞きますよ。うん、主張を。あ、逆にしましょう。いいの？この間ので分からなかったところあるんですよ。あ、そちらが？私はその動画を見てて、まだ納得いかないところがあるでしょ、この間 の成長のように人に聞いて。じゃあそれも全部は準備して。俺ね、覚えてないんだよね、あんまり。納得のいかないところ。あ、俺が納得いかないところ先に聞いていいの？あ、そうそうそう。あ、そう。それから説明しないと。あ、そう。あ、で、あと私言ってたじゃないですか、法華経の話をしてくれ。はい、はい。持って、それもちゃんと調べてきました。法華経。はい。法華経でいかに実相を解いてるか。そうそうそう。それはいかに。それからでいいですか、もう。いいですか。すごい大変な驚愕論ですよ、これは。これ今回のために前からも知ってたことで、まあ、漠然とは分かってたけど、やっぱりこうしっかり会うにあたっては、もう一回調べ直して、法華経を全部ね、実相っていうその括りで検索したんです、そしたら結構いっぱい出てくるんですよ、実相。そんなにでもな、10個は出てこない、実相っていう、だから私も実相があるかなと、逆に法華経を調べたぐらいだから、あ、ここに出てることがあるんだ。で、大変なね、ありがたい結論になって、その実相の正体がやっぱり法華経にはもう書いてあるんですよ。あ、書いてある、それは聞きたい、それは聞きたい。そう。ね、なので違えば、間違ってるんですね。うん。じゃあまずその、一番の、すごいそこ、一番、今回勉強してて一番自分にとって感動っていうか勉強したのそこだね。すごいな。これ、一応講義形式で、まずこう講演立つじゃないですか。うんうん、だから私のこう質問なしで、こうまず講演から始めてっていう、そんな感じでいいの？お願いします。だから私はまあただ感覚で、もし分からなかったらそこで質問してっていうような感じで、はい、はい、じゃあまずね、はい、法華経の方便本第2、はい、ね、ここにまずこのズバリ諸法の実相はっていうのがあるんだよね、はい、うん、で、まあ仏の成就したまえるところは第一に右難下の方なりと、まあ、第一の右難下の方なり、はい、で、ただ仏と仏とのみよく、今しよく実相諸法の実相を苦心したまえり、はい、だからまあこれは簡単に言えば、その仏がその悟られた究極のところの、悟りというものは、誠にその一番難下中の難下だと、ない、分からない、ない、簡単に分かりこないと、はい、そしてそれは唯一言えば仏の境界になった人と同士しかわからない、はい、仏と仏しかわからない、はいはい、で、よくそれは何かといったら、よく諸法の実相、つまりこの現実の我々がまあこう生活してますね、これがまあ諸法ですよ、はい、その諸法の実相、この実相が、まあ、谷口正治さんの言うこととお釈迦様の言うところがどうなのかって話なんだけど、はい、いずれにせよこの実相をよくよくその極め尽くしましたよって言ってるんですね、実相を。釈尊、仏、はい、でそれは釈尊だけじゃなく、この宇宙崩壊に出現したありとあらゆる仏もその境地に達しておると、はい、でそれは何かといったら、いわゆる諸法は、それはつまり何かといったらってことね、はいはい、いわゆる、諸法の如是相、つまり実相とは何か、諸法の実はそのありのままのその姿である、はい、それからその性である、性分である、それからその本体体である、はい、そしてまた今度はその作用でいくと、その力であり作用であり、そうなる因であり、縁であり果であり報いであり、しかもそれは本末く共闘している、つまり相というものがある相が現れれば、それはもう性分も体も、それから力、さ、陰、縁、果報、全部一貫している、それが実は
処方の実相なんだって言ったの、はい、まずこれがまあ方便本ね。それで方便本というのは何かって言ったら、お釈迦様の法華経の中でもそのまあ無量義経っていう部分があって、でその段階なんですよ。無量義経よりも法華経釈門、法華経の前半14本の方が無量義経よりもレベルは上なんです。教えは深いです。前半の方が深いんですか？後半の方が深いんですか？うん、法華経の28本あるから、はいはい、法華経の前半14本が無量義経よりは深い。無量義経よりは深い、はい、だけど後半の14本の本門よりは当然浅いんですよ。ああ、はい、ね、だから階段になってるってこと。深さで言ったら無量義経、はい、その次が方便、あ、釈門、法華経釈門、はい、でさらに法華経本門と、はい、こういうふうになってる。でもっと言えば無量義経より以前の教えは、ええ、まあ一種の方便であって、ええ、用いてはならないって言ってるんです、ええ、お釈迦様自身がね。もう一回どこより見て、もう一回無量義経より前の経典。無量義経はどこら辺に書いてある？ちょうど真ん中に書いてある。それは無量義経っていうのはお釈迦様法を説かれて、無量義経って違うじゃん、42年目。無量義経はあっちの方ですね、南無阿弥陀仏ってことですね。それは無量寿経。無量義経はまだ違う、うん。無量義経というのは法華経の開経と言われていて、開経、うん、開く、はい、これから法華経っていう真実の教えを説くぞっていう、そういう教えなんですよ。で、法華経の中にあるわけじゃなくて、まあ、法華経の一個手前、プロローグとだね。で、法華経ではないね。うん、純粋な法華経じゃないです。でも大概もう法華経っていう括りだと、もう大体無量義経がもうセットなんですよ。無量義経で法華経28本、それでまあ一応法華経の10巻、10の巻き軸って言われました。14の前の、そう、無量義経入門編みたいなのが、うん、そうですね。あ、分かりました、はい、なので無量義経より以前の教えっていうのは、この無量義経で一切その方便だったから、前の教えは捨てなさいっていう意味合いのことになってるんですね、はい、だから結局お釈迦様の研究するとしたら、今時無量義経より以前の教えをいくら研究しても、お釈迦様はもう捨てろと言ってるわけだから、それは意味がないってことになるわけよ。あ、はい、で下手にまたそれやるってことはお釈迦様に背くことにもなるわけね、はい、仏の心に、はい、でだから我々は無量義経以降を基本的には研究するわけです、うん、だからそれ以外に大発涅槃経っていうのがあります、はいはい、あれはいつ頃なんですか？涅槃経はこの法華経の後。それは生きるんですか？生きないんですか？生きてるんですね。それは生きてる。ただ、はいはい、大発涅槃経を第一と考えたらお間違いだよ。あ、という、うん、法華経が最高峰を極めて、それをもう一回解いたと、はい、法華経で直ちに悟れなかった人たちを、法華経でこう悟りそびれた人、悟りそびれた人が残ったわけだね。でそういう人たちを集めて、もう一回その法華経の義も含めて、それからお釈迦様の今までのその方便だったっていう義も全部もう一回解き起こして、そして最終的にやっぱり法華経で悟りなさいよって教えたのが涅槃、大発涅槃よ。だから法華経が正しいことをもう一回解いてるから、という解釈、法華経よりは一個落ちるわけだね、はい、結論も法華経で出しちゃった。あ、わかりました。ということは大体その4っていうか無量寿経と14本、14本無量義経ね、無量義経とだからその辺をメインに考えてっていう。そうです、そうです、はい、わかりました、はい、で今申し上げたのは今のその処方は実相で、尿税相、尿税小、尿税体っていうね、はい、この話は今の前半14本の中の話だからね。ああ、そうですか。だからまだ真実を語ってないんです。ああ、そうか、はい、でもただ、谷口さんに対して私は言いたいのは、はい、この谷口さんの考え方っていうのは、要は心つかな、肉体はないっていうでしょ、はい、現象もないんだと。あ、ちょっといいですか、うん、それはどこから出た、般若心経、うん、これは般若心経は生きてるんです。もう死んでるんです。もう死んでるんです、ね、あ、死んでるんですか。あの般若心経の色素で空っていうのでは知ってますね、はい、あれの空の意味がずっと分からなかった、うん、空は何かと考えた時に物質はないという声が聞こえてきたと、全て分かったといういきさつなんです、うん、でしょ。だからでも結論とすればやっぱり、物質はないんだよ。あ、なんか谷口さんの言い分正しかったですか、ね、そこは認めると。いやいやいや、違う、谷口さんの言い分だよ。あ、言い分を認めてるんですか。それは違うって言ったわけ。あ、違うって言ったわけ。ごめんなさい、物質はあるんだよ。お釈迦様は終始一貫して、物質は永続するね、全くのその永続する物質はないって言ってるだけで、
はいはい、でもこの生じ異熱、はい、生じて、変化し生じ、それからある安定期があり、はい、生じ、生じ、生じ、まあいや生じエクって言ったらいいんだな、物がこうなる、そして生じ安定する、そしてだんだんこう崩れていく、そして空という状況になる、これを循環するとしての物質はあるって言ってるんですよ、はい、お釈迦様は、はい、だから色即是空、空即是色っていうのは結局物体というものはそれをこうずっと微分していったら結局は空じゃんってことなんだよね、はい、時間の過程で言ってる、はい、こう固定して存在はしてないじゃん、そうそうそう、だから空なんだよ、はい、空だけど 空即是色じゃないから今度、はい、じゃあ空だ空だと言ってたって結局は物質じゃないかって言ってるんですよ、色素、ね、色素で空、空素で色だから、はいはい、つまりこの世っていうのは結局実際に存在する物体とそれが本当にこう妙合してまさに我々がこう覚知できない状況になる空という状況とね、はい、それが常に表裏一体混然としてこの存在してるんだっていうふうにお釈迦様は説いてるんだよ、はい、谷口さんはそれをその片っぽの面だけ取って、ええ、いわゆる唯心論的なところだけ取って、ええ、それでこの展開していくわけ、今回ずっと調べたけど、はいはいはい、だからまずそこが第一番目としてこの誤ってる物事のこの世界の捉え方が間違ってるっていうことを今回また感じたわけ、ね、でそれは法華経も同じ考え方だよとおっしゃってたから、はい、いやそんなことないよと、はい、方便本でもすでに実相というものは正法の具体的なその姿であるって言ってるんだから、はい、でありその具体的な性分であると、はいはい、それから具体的なその体であると、はい、体というその物体を認めてるわけだよ、はい、色法をね、はい、色法と心法分かるよね、はい、色法っていうのは物質って言うんだよね、うん、心法っていうのは心っていうんだ、うんうん、で色法がちゃんと色法を認めた上でお釈迦様は正法の実相というものはそのまんまこの姿なんだと、はい、でありそのままその性分でありそのままその体でありさらには作用であり力でありこうしている因であり、縁であり結果であり報いなんだと、うん、でも大事なことは人の悟りはそれがバラバラしてないってことなんだよね、この層であればそのこの性分とこの体だからこの層であって、ね、この姿はもうそのままの、うん、それ以上でもそれ以下でもないだけの力と作用しか出せないんであると、ね、それがその主義一貫してない考え方が出てくるから、まあ、混乱するわけなんだけど、まあ、そこはいいや、成長の家があっていうことです、それとも一般に混乱してくる人が多いという、うんうん、はい、だから物事は非常にこう実は極めれば単純シンプルなもんであって、はい、でね、でもこれはさっきも言ったようにそのまだまだ法華経14本だから、はい、まだ浅いんです、はい、で、はい、これをねさらにずっとこう突き詰めていくと、はい。